第1回目始まりました、ダンサートーク。よろしくお願いします。今回このダンサートークというのは、ゲストのダンサーさんを一人お呼びして、私とダンサーさん同士のトークをしていきたいなと思っております。どんなゲストがこれから出てくるのかっていうのは、まあこれからね、いろんなお友達とか知り合いのダンサーさんにお声掛けしていくので、まあそうやってね、出てきたダンサーさんとかで多分皆さんも、あ、さやかってそういうダンサーさんとも知り合いなんだみたいな、え、びっくりみたいな、知ってるダンサーさんとかもしかしたら出てくるかもしれないので、まあもしかしたらめっちゃ身内、同じ専門学校とか同じ職場やったダンサーさんとか、めちゃくちゃ身内にしか届かない話とか動画になってしまったら、それはそれで申し訳ないんですけど、まあでも私が聞きたいこと、やりたいことを、それをなんかこう発信できるもの、時代というか、それがまあこの YouTube とかネットの世界だったりするのかなと思いますので、めっちゃ緊張しますけれどもこうおしゃべりをしてね、MC みたいなことをするっていうのは初めてなので、ちょっと至らない点もあるかもしれませんが、一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします私がなぜこの、トークコンテンツをやろうかなって思ったのかっていうきっかけを少しだけ話しますね。2020年やっぱりコロナで皆さん大変でしたよね。で、去年はしっかりステイホームをちゃんとしてた派なんですね。だからうちに子供が2人いますので、小学1年生の男の子と、あと2歳の女の子がいますので、やっぱ子供たちを守らないといけないっていう意識の中、やっぱ結構ちゃんと引きこもってたんですね。そんな時にやっぱりね、ずっとその何ヶ月も子供が家におるみたいな時に、こうやることがやっぱ外に出ずに家で子供と遊ぶって限られてくるじゃないですか。で、まあ、そうなるとやっぱりこうやりだしたのが、まあ、ゲームだったりとか、あとはネットフリックスを見出すとか、で、まあ、息子がすごい YouTube が、ね、大好きなんですよ。あ、そのヒカキンさんとかを中心にまあ見てて、まあ、子供用のチャンネルを中心に見てて、まあ、正直ね、これ去年その2月3月ぐらいまで、正直 YouTuber さん、 YouTube というものに偏見があったというか、もう本当ごめんなさいねあんまりそのザおしゃべりをします、ザ YouTuber ですみたいなものは正直あんまり見てこなかったんですね。だから自分が YouTube を使ってた、YouTube の見方としては、やっぱりこう、まあ、ミュージックビデオを見たりだとか、やっぱり海外の大好きなビヨンセとかジャネット・ジャクソンだったりとかをこう見れるじゃないですか。そういうライブ映像とかミュージックビデオとかを YouTube で見たりとか、ダンス動画ですよね。やっぱりそういうブロードウェイのダンススタジオだったりとか、ニューヨーク、ロサンゼルスのダンススタジオで教えてらっしゃる先生の動画が見れるっていうところだったりとか、あとはまあダンスコンテストの動画、コンテストで優勝した方のこう動画を見させていただいたりとか、そういうやっぱダンス好きなのでダンサーが出てる動画をメインに、やっぱ作品としてこう作り上げられたかっこいいものとかを見るために YouTube は使ってたんですね。ステイホームしてた時にこうパッて目に留まったのがあって、カジサックさんって YouTuber がいらっしゃって、キングコングのカジワルさんですよね。もう有名な YouTuber になってますけど、そのカジサックの1日丸1日ママ体験みたいな動画があったんですよ。で、その動画を見た時に、ママのお仕事1日中旦那さんがやるんですけど、まあ多分大変じゃないですか。なんか普段やっぱお外に出て仕事してる人からしたら、朝ごはん作ってから子供と遊んでからの夜の子寝かしつけとかお風呂入れたりとか、なんかそういうことを全部パパさんが丸一日やるってめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、急にやるからね、その動画を見た時にめちゃくちゃ感動したんですよね。自分がこう毎日ね、こう義務として子育てと家事やってますけども、そのことがなんかこう評価される、そういうところにこうスポットを当ててくれてたコンテンツで、わあ、いい動画って思ったんですよね。で、そこから私はカジサックさんを見出すわけですよ。それを見ていく中で、芸人さんとトークしてるシリーズがあったんですよね。その芸人さんとトークしてるシリーズもこれまた面白かったんですよ。1対1でお話を聞くっていう、こうシンプルな徹子の部屋形式だったんですけど、私そういう一人の人の人生、子どもの時からどういう子どもで、なぜ今のその職業が好きになってその職業をしているのかっていう、この慣れ初め
その流れをその人の一人の人生にすごいドラマが詰まってるじゃないですか。それを聞くっていうのがもともと好きなんですよ、そういうテレビ番組とかも。でなんかそれをカジサックさんがやってて、で多分芸人が好きな人が芸人さんにお話を聞いてるから、またそれもこう愛があるというかキャッチボール、それもすごい良かったんですよね。でこれのダンサーバージョンはないんかなって思ったんですよ私。この芸人さんトークのダンサーさんバージョンがあったらめっちゃ見たいなって思ったんですけど、多分こんなちゃんと動画として配信してるものってないんかなって思って、なんか数ヶ月経ったんですけど、でもめっちゃ見たい。ダンサーさんのそのルーツ、至ってきた人生の振り返りみたいなのをめっちゃ聞きたい。ダンサーファンやからね私は。そしたらないんやったら、お私がやればいいんかなってちょっと思ってきたんですよ。でも私がやるみたいな、私がやるできるかなってなるんですけど、まあ、やってみな分からんのかなと思いまして、ちょっとまあ挑戦ですよね。正直 MC とか全然やったことないんですけれども、ダンサーさんのお話聞いてみたいなっていう、その興味がすごい今湧いているのをどうにかしたい。あのね、おしゃべりめっちゃ好きなんですよ私。ほんまに好きで、おしゃべりが、おしゃべりすることって多分ダンサーさんもしかしたら得意じゃないのかな。いや人によるね、人による。打ち上げとかでこうダンサーの先輩とかとこう喋ったりする機会がものすごく好きな子だったので、そこで話す内容だったりとか、やっぱダンスだけではわからないそのダンスの魅力だったり、人としてのこういう風にした方がいいんだなっていうその気づきであったり、いろんなものが発見できたので、私はこうできたらやっぱりこういろんな人とコミュニケーションを取ったりおしゃべりをしたいなというのがあってですね、お世話になった先輩とか、まあ、同期とか同世代でもめちゃめちゃかっこいいなみたいな人とかいっぱいいるし、まあ、あの去年一昨年とかで言ったら本当にこうママが増えたんですよ。やっぱ30超えてあたりからなんかもうママがすごい増えて、ダンサーさんの中にも。私はその25歳の時にはもうなんか誰もママダンサー周りにおれみたいになってた時に比べたらめちゃくちゃママダンサーが増えて、めっちゃ嬉しいんですよ私は。やっとみんなママになってきたみたいな、やっとこの大変さとかこの毎日泣いてることとか分かってくれるみたいなのがめっちゃ嬉しくて、それもあっていろんなあのママダンサーさんとかとも喋っていけたらいいかなと思ってます。これ見たない、私はこれが見たかって、こういうトークコンテンツがあったら私はめっちゃ見たかった。そう、それをめっちゃ緊張するけど自分でちょっとトライしてみようかなと思いますので、よかったらぜひお付き合いください。よろしくお願いします。